こちらね、特に見ていただきたいのは徳川家康の朱印状なんですこっが、ちや。これと全く同じものを豊臣秀吉からいただいてるんです。自治を許していただいた時にもらったのが関ヶ原の戦いのすぐ後なんですね。この時はもう家康方についてですね、家康の戦いのためにいろいろ活動してたんですけども、9月15日の戦いの後ですね、徳川家康は陣に休憩してたわけです。そこにですね、宮本伝太夫という主役水軍の年寄りが、徳川家康に会いに行きましてね、戦勝祝いを述べたわけですね。同時にですね、我々は今まで豊臣秀吉からここの領地をいただいてるんで、引き続きいただきたいとこう申し上げたんですね。そうすると徳川家康はですね、まだ他の大名たちがですね、戦勝祝いになかなか忙しくて来れないと、それなのに、いの一番にですね、この主役水軍の宮本伝太夫が戦勝祝いに、来たということで、非常に喜んでですね、すぐ朱印状を書こういうことで、大阪城に徳川家康が入った時にもらいに行ったんですね。それがこの朱印状で、主役水軍はですね、徳川幕府が潰れるまで御用船方としてずっと続いていくんですね。これがだから一番大事な朱印状と言われてます。なんかこの磯の香りとパンの香りがすごくなんか不思議な感じするけど、どこだ？ここか。書いてあるな。本島ベーカリー。でもなんかいいねこの。でもベーカリー。ちょっと行ってみようか。ウミネコも鳴いてるぜ。こんにちは。こんにちは。うわ、すごいいい匂いですね。ちょうど今パンが焼きたてなんです。焼きたてのパンだ。はい。うわ、すごいいい匂い。うわ、いい湯気。湯気か。映像で収めた映いい像湯が。気。すごい。なんです。はい。すごい、でも本当にいい香りするんですけはい。ど。ここはいつオープンしたんですか？去年の9月オープンしました。島で採れたものとか、香川県の野菜や岡山野県の菜。果物とか、なるべく使って提供できたらなということで。ここに立ってるだけでも、もう香りがすごね、い香りが。もう食べてくださいっていうね。2年前なんですけど、島の方に観光で訪れて。このロケーションを見て、ここでパンが食べたいなと思って。でもその時の場所はもう決まってたわけじいゃや、ないです決まってないです。なんとなくここで、ここの、か。もう岡山側だ。はい、このロケーション、そうですここね、がいいと。ここいいなと思っここいいてな。たら、ちょうどパン屋さんをここでやることになりました。したら自分が食べられないので。 そうですね。 一番いや、に別に食べればいいんじゃないですか、別に。食べないんですか？なかなか食べれないですよね。そうだ。食べたらパンがなくなっちゃう。 お待たせいたしました。ありタがルとうございまティす。ーヌとブドウのソーダです。すごいいい匂い。見た目なんかそうですね、ピザのようなそう雰で囲気す、ですピけザど。風のトーストになっているんですが、香川の本鷹っていうのを本島の方でも作ってるんですけど、トマトソースがピリッとしたような辛さが仕込んであるいいでもすのなんでね。すが、今日はオクラとキノコとトウモロコシを使って
ています。全部好きな具材ですよ。じゃあ手で、はい、あ、熱々、熱々です。あ、パリッといく感じですね、はい、あ、パリッと、お、お、あ、ちょっとまたこの綺麗なね、はい、色のバランス、いただきます。うん、おいしい。ありがとうございます。パン自体が柔らかい、はい、あ、そんなに今ピリ辛って言ってましたけど、そこまできつくないし、はいはい、うん、トマトの香りがすごいするのと、この野菜がまたいいですね、はい、すごい食感楽しめる。あとこのサイズ感とかっていうのも、そうですね、割とあの、うん、皆さんこちらに来られる方で、はい、特に観光で来られる方と、うん、自転車で島渡れる方が多くて、あの割と手軽にちょっとあの、うん、お召し上がりいただけるっていうサイズで。たま、あの、磨いてるんだ、はい、下に果実自体が。そうですね。ですので、ちょっとあのそちらの茶色い棒でかき混ぜながらお召し上がりください。こうするといいの？はい。いただきます。ああ、美味しい。あの甘すぎずに、はい、この果物自体の甘さっていうか、はい、あとこの炭酸のシュワッときて最高ですね。手作りであのお店で作らせていただいてます。あ、手作りジュース、はい、うん、あの季節の果物が手に入った時に、はい、あの少しずつシロップを作っていて。そうなんだ。島でね、こういう、まあ、念願のパン屋さんできるっていうのは楽しいですか、やっぱり。はい、うん、お召し上がりいただいてる笑顔とかいただくと、はい、あの頑張ろうかなって思います。一歩一歩が大変だ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、すごい、よいしょ、急だな、よいしょ。いや、心が落ち着くね。心がね。よく行く島とはまた違うね。どちらかというと、こういう蔵見てると倉敷みたいだよね、なんかね。はあ。この呼び名ってどういうこと？マッチョ通り、こういうの、マッチョ通り。こうか、我もこうね。よし、行ってみよう。どうも、こんにちは。
すごいですね、この野菜がドーンと入ってる。あ、はい、ほとんどが、うん、自家製です。あ、自家製育ててらっしゃるんですか。はい、はい、そうです。玉ねぎと南京と、それからラッキョウはまあ私は育ててないけれども、うんうん、ラッキョウもここの名産品です。本島ってラッキョウも取れるんですか。はい、ラッキョウと唐辛子と、はい、トマトも普通に入ってるんですね、こうやってね。一旦加熱してるんです。ちょっとこう甘みが増すというか。うん、おいしい。そんなにカレー自体はそこまで辛くないですけど、はい、トマトの酸味とか入ってくるとまたちょっと味の変化があって。あ、そうですね、これあのルーの中には玉ねぎがどっさり入ってるんです。噛んだ瞬間の甘みっていうかね、ルー自体が深い味しますもんね。あ、これはいわゆる島カレーですよね。まあ、本島カレーですね。そう言っていただけると嬉しいです。あ、おいしいわ、はい、あれがもうみんなこの辺の人が町屋通り町屋通りって言ってるのが、はい、もう聞く人がマッチョ通りにしてしまって、だんだんもうマッチョ通りになってしまう。町屋、元は町屋、お店屋だったんですよ、はい、この通りが、はいはい、町屋通り町屋通り町屋町屋マッチョだったんです、うんうん、みんなあれ聞きますね。でここも商売してるとこはたくさんあったんだけども、はいはい、こっち側は東照寺というなんか あのちょっとすごくなんか貴族的な話で、はい、そうですよね。東照寺という名前で、あっこはマッチョ通り。いいとこですね。まあ魚がまず美味しい、タコが美味しい。タコ美味しい、はい、でタコの美味しさはもう絶対他にはないですね、ここのタコ。ああ、自信がやっぱりやっぱり地元だからこそあるっていう。いや事実ですよ。事実です。タコいますもんね。あれはいいタコなんですよ。あれ